プロ野球12球団と日本野球機構、NPB は1日、都内で理事会、実行委員会を開いた。各省委員会からの報告がメインで、ゲームオペレーション委員会からはタイブレーク制について報告があった。写真、大谷翔平、MLB 史上初のタイブレーク奏者になるも、迎えた衝撃の結末。延長に入れば、 無視類など最初から奏者を置いて行うというもの。メジャーでは20年から導入されており、日本でも今年から公認野球規則に記載。すでに雨野球などでは採用されているが、各団体の規定に従うとされているため、NPB は採用を見送っている。NPB の伊原厚事務局長は、まだ検討を始めた段階ですと切り出した。その上で、まず、 もしタイブレイクを実施したら、その目的は何なのかを明確にしないといけない。まだ、その目的を明確にするところまで至っていません。全体の時間短縮のためにやるのか、勝ち負けをはっきりさせ、エキサイティングな展開をファンに提供できるという目的なのか。それぞれ、メリット、デメリットもあると続けた。いつまでに結論を出すのかスケジュールは、一切設定していない、という。 まず来期からの導入は無理でしょうね。そんなに急いでやる状況に迫られているものでもないとも強調した。